はい、おはようございます。カンパマです。ここはね、裏磐梯の金沢峠です。目の前は小国沼。ちょうど日光キスゲが咲き乱れてます。というわけで、今日は小国沼を歩きます。今回のコースですが、リハビリ参考第3弾、小国沼の日光キスゲ散策です。金沢峠でバスを降りて、小国沼休憩所まで歩きます。約ね30分ほど登ると小国山頂上、下山して再び小国沼休憩所。ここからはね、沼沿いを歩いて湿地に向かいます。湿地ではね、日光キスゲの大群生が待っていました。では行ってみましょう。すごいね、あの黄色いのは全部日光キスゲじゃない？ちょっとズームしてみます。おお、巻き木になっとるわ。これ小国沼の端っこの方で栃木県の登山家の今さんとお会いしました。こんにちは。お会いできて光栄です。この先ね、猫間に行くかどうかちょっと今情報を交換してね、はい、多分行かないと思うんですけど。ちょっと休憩してます。で、今日はですね、まあ、せっかく小国沼まで来たので、日光キスゲ撮影だけじゃちょっともったいないということで、小国山に登っていきたいと思います。はい、小国山への登りなんですけど、じゃあどうぞ。結構ねびしょびしょかと思ったら、いい道ですね。当初はね、天気が良ければ、猫間ヶ岳、ね、猫間ヶ岳っていうのはこういう字書くんですけど、この猫間ヶ岳をぐるっと回って、で小国沼を一周しようかなと思ったんですけど、なんかあんまり天気良くないんでね、今日は小国山に行ってまたピストンで小国沼に戻ってきたいと思います。お、分岐だ。いやー、真っ白ですね。雨こそね降ってないから、先週の天城山よりはね全然コンディションはいいんですけど、晴れてればね多分こっちの方角に小国沼が見えるんだと思います。おお、山頂っぽいね。おお、ここか。はい、小国山山頂です。小国沼休憩所まで、戻ってきました。じゃあ
湿原の方に行ってね、日光キスゲを撮影していきたいと思います。まあ今日はさ、しょうがないね、こんな天気。あら、これは綺麗だ。じゃあ、はい、この分岐をね、左側、こっちに行くと、沼の方に降りれます。じゃあ日光キスゲの方に行きましょう。だいぶね、沼の上の霧が晴れてきたようで、でさっきはね、雲の切れ目から日光がね差し込んできたんで、朝よりは期待できると思います。おお、いや、すごいなこれは。うわ、うわ、ここ何これ。うわ、うわ、金沢峠登ってきた。一気に降りてきちゃった。おー、すごいですね。シーズンほとんど埋まっちゃってますね。とにかくね、目標としてました、大変素晴らしい日光キスゲが取れました。またね、素晴らしい山歩きもできました。というわけでございまして、今回もね、ご視聴ありがとうございました。カパオでした。